どうも、マサトラニキのマサって言います。今ね、荷下ろしの方完了しました。で、こっから、いつものね、富山の、今金沢というか白山ですね、白山を下ろして、で今から、富山の方にね、ちょっと積みに向かっていきます。今日結構曇りなんですけど、夜現場着いて夜寝てたんですけど、夜は結構結構な雨降ってたんですけど、今はだいぶあれですね、こうまあ降る感じかじゃない感じの雲、なんていうんですか、明るい雲、そんな感じの雲ですね。そんな感じの曇りっていうんかな、そんな感じですね。結構昨日着いて、何番かななんつって、ちょっと場所わからんかったんで、人いたんで、夜勤かなんかのね、人がいたんで聞いて、受付の場所とか聞いてやったんですけど、何番かななんて思ったら、昨日2番で、おー、ラッキーと思って、なんか結構ガーッと乗ってたんで、あれこれもしかしてめちゃくちゃ来てんの?なんて聞いたら、いや、まだもう1台前に来とるだけやぞ、なんて言われて、わラッキーと思ってただなんかその持ってきた種類によってはもっと早く6時ぐらいからとかの卸しができたみたいなんですけど、僕の持ってたそのメーカーは8時過ぎからとかそういう感じ卸しだったんで、ちょっとね時間遅かったですけど、遅かったってことはないですけど、まあゆっくりねの始まり、ゆっくりスタートでしたね。あ、ここか。ここやね。なんか今もう本当に記憶をたどりながら思い出しながら走ってるんで、あれここどこだっけ、このね、なんかなんていうんですか、海沿いの方、こっちを走って、なんかこの時間に8号出るとなんかすげえ金沢の手前入る前になんかすげえ混んでそうなんで、なんかこっちの海の方からブイーンって回っていこうかなと思って、なんか昔よくこの辺に4トンでこう配ってたんですよ。なんでこの辺の道よく通ってたんですけど、もうほんとやっと通ってないんで、今どこやったかななんて思いながら走ってたんですけど、危なく行き過ぎるとこでしたね。あ、あっとるあっとる、ここ覚えある。ここに狭かったっけ道。なんかもっと広いイメージだったんですけど、懐かしいな。この辺で結構なんていうんですか、件数かなり多い件数を下ろしてたりしてたんですよ。4トンでお菓子で、うわ、何この車、怖っ。おじいちゃんどういうとこに止まっとるんやろうね。結構件数配ってて十何件とか昔下ろしてましたね。4トンってね、ほんと細かいんですよ、荷物。結構大変なんですよ、あの仕事。十何件下ろして、もうその後にどうだろう、こっから3時間とか走る場所まで戻って、でそっから関東とか北関福島とかなんかそういうの行ってたんですよ。なんでそ
その午前中にその十何件ってやつをもう配っちゃわなきゃいけなくて、めっちゃ頑張ってましたね、ほんと。もう早く配らなきゃみたいな感じで、ほんとそんな焦ってね、なんか道とかもやっぱ最初わからんし、でもあの時まだほんとナビとかつけてないんで、地図で道調べて、で走ってましたもんね。そうですよね、僕トラック乗った頃ってまだなんか地図広げてましたもん本当にハンドルの上に地図広げてどこやろみたいな、こんな感じでやってましたもんね。何本目ね、何々の交差点に曲がってみたいな、ずっとそんなことばっかあれして、もう何、走る前にやっぱそういうの全部チェックしてね、なんかやってましたね。まあ、今やとね、ほんとこういうナビとかでもここで地図見れるんで、こう、ああ、すげやなみたいな、ね、大体わかるんでいいですけど、あの時はこう地図とこう、にらめっこしながらずっとやってましたね、そりゃ。まだね、ああいう Google マップとかでね、道が見れるわけじゃないし、この道通れるんかな、どうなんやろうなんて怖くなると、やっぱり夜行って車ね、少ないうちに確かめてとか、そういうのやってましたもんね今いいっすよね、こうやってピッてやったらね、見れるんで。本当いい時代になりましたよ。でもやっぱりあのナビつけ出してからすごい楽になりましたけどね、そういうのね。でも僕はなんかそのやっぱその癖がねあるのか、ナビつけてもナビでいっぺんこうルートを自分の行くルートに合わしちゃうっていうか、ナビも結局そうやって自分の行くルートに合わしちゃいますもんね。で走っていくっていうか、なんか確認のためにナビ入れとるみたいな。結局走るルートはなんか自分でやっぱ考えてますもんね。まあ今はね、大体もう大きい道走ってくんであれですけど、うおこういう懐かしい道を通ると急にそういうね、なんか懐かしい思い出が出てきますね、ほんと蘇るっていうかね、なんかこうすごい懐かしい気分になりますね。ていうか朝ごはん食べてないんで腹減ったんで、ちょっとなんか食べようかなではとりあえずね、向かっていきたいと思います。ここはちょっと初めて通る道で、昨日あの会社の子にこっから抜けていけますよみたいな教えてもらって、なんか初めて通る道です。こんな感じの道なんや。もうちょっとなんか広いのかと思ったら意外になんか細かいとこ入ってくんやね。あ、でもトラックなんか抜けてる感じなんで大丈夫そうですけど。ちょっと雨降ってきましたね。
さっき降りそうにない雲やなんて言おったんですけど、全然降ってきましたね。無料区間でちょっとね、あの高岡あたりまでね行けるのが多分結構早いですよね、これどうなんやろ分かんないけど、ありがたいですよね。これ前久々にこっち来た時にここが無料ってことに知らずに普通に8号回ってって、でそれこそ会社の子にあの無料っすよって言われて、いつからみたいな。もう本当やっぱね、久々に来るとね、もう全然変わっちゃってて分かんないですね、本当。それ知ってからもう本当ここばっか通るようにしてます。なんかすごい早い気がするんで、やっぱりちょっとなんか道が悪い、ガタガタで、なんかタイヤの走る位置ちょっとずらさないとすげえガタガタになってるんで、これって隣ってあれかな、北陸新幹線なのかな、多分そうだよね。うわ通らんかな。見たいな、北陸新幹線かっこいいっすよね。結構できたばっかの頃あの乗りに来ましたもんね。よし、もうちょっとでまたもうね無料区間終わるんで、とりあえず向かっていきましょう。コンビニ着きました。とりあえず一つねレンが空いてたんで、ちょっと買い物行ってきます。よいしょ、行ってきます。じゃあちょっとね積み込みの方に行きたいと思います。今軽くご飯だけは食ったんですけど、よいしょ、さて行きましょう。よいしょ。
じゃあ向かいましょう。なんかカーテンがえらいこっちやな。じゃあちょっとね、行ってきます。どうも、積み上がりました。めちゃくちゃ暑い、めっちゃ暑い、すげえ汗出とる。今積んでて、片面積んだら片面のもうあと半分ぐらいかな、半分ぐらい残しのところでめっちゃブワー雨降ってきて、うわーと思って、またそこからちょっと車動かして、そんなことしてたらこんな汗だくになっちゃいました。あ、でもね、なんとか積み上がりで、とりあえずここから静岡ですね。で、今ちょうど積み上がって、こう積み込み先の門から出ようとした時に、ちょうど守衛さんとこね、あの札返しに行こうかなと思って返しに行ってたら、僕のあのチャンネル見てくれてる方から声かけていただいて、ちょうどね、その守衛さんのとこだったんで、何もちょっとね、喋ることもできずに、なんか慌てて、はーって、あーってステッカーわーって渡して、わーみたいな感じになっちゃいましたけど、ありがとうございます。ね、声かけていただけると嬉しいですよね。なんかもっとゆっくりできるところで会えばね、あれだったんですけど、めっちゃバタついてましたもんね。後ろトラック来てまうし、みたいな。うわーみたいな。でも、なんとかステッカーパーって渡せたんでよかったんです。僕、すぐに渡せれるように、ここにちょっと何枚かだけスッと出せるようにしてあるんですけど、ね、ちゃんと用意していてよかったと思って。じゃあちょっとね、走っていきたいと思います。じゃあとりあえずこのままね、静岡の方向かっていきたいと思うんで、今日はこの辺で、また次の動画でバイバイ。虹見えてるかな？虹出てる。おお、めっちゃ綺麗に虹出てるやん。
げえすげえ。虹がすぐそばやね、これすごくねすげえ。なんで虹見るとなんか嬉しくなるんやろ。